日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は集中力について。はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは。いつですかね、今何時ですか。日本語コンテッペイの時間ですね。よろしくお願いします。今日は集中力について話したいと思います。集中力というのは、まあ、コンセントレーションスキルズとかね、そういうふうにも言いますけど、集中力というのは勉強をするために必要なものですね。皆さんは日本語の勉強をしています。そして集中しながら勉強しないとあまり意味がないですね。それについて今日は話してみたいと思います。例えば皆さんは日本語コンテッペイを聞いていますね。多分 100% はわからない人がほとんどじゃないかなと思いますね。まあ 100% わかってもいいですけど、もちろん 100% わかるんだったらもう少し難しいポッドキャスト、例えば僕のもう一つのチャンネルですね、日本語コンテッペイ、もう一つありますから、てっぺい先生 .com、 こっちに行ってください。まあほとんどの人はですね、まあ 100% じゃない、もしかしたら 80%、 もしかしたら 60% ぐらいかもしれないですね。でも頑張ってそれを聞こうとしています。集中して日本語コンテッペイ for beginners をね、聞いている、ね、今そうですね。で、集中してないというのは、例えばインスタグラムをやりながらポッドキャストを聞くとか、例えばフェイスブックをやりながら日本語コンテッペイを聞くとか、例えばテレビシリーズを見ながらとか、例えば本を読みながら日本語コンテッペイを聞く、これはあまり意味がないですね。日本語コンテッペイを聞きながら掃除をするとか、日本語コンテッペイを聞きながら散歩をするとか、ちょっと外を走るとか、車を運転する、これぐらいはまだいいですよね。だけど他のアクティビティ、例えばインスタグラムをするとあまり良くないですね。なぜかというと集中できないから、ね、集中、一つ一つのことに集中する、一つのことを、100% ね、集中してする、それが一番大事ですね。まあさっきも言ったように掃除とかね、そういうのはいいと思います。簡単な仕事であればいいと思います。簡単な作業であればいいと思います。だけど、集中力が必要となる、例えばゲームとかね、ゲームをしながら日本語コンテッペイはあまり良くないですね。集中して日本語を勉強してください、ね、集中して日本語を勉強することが大事です、ね、集中して日本語を勉強すれば必ず皆さんの日本語は良くなります、ね、今日も集中して勉強をしていきましょう。それではまた皆さん、バイ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 、またねまたねまたね。